4年田口愛斗です。今から僕が作った犬っぴ貯金箱の紹介をします。よろしくお願いします。今回マイクロビットというコンピューターを使いました。これはイギリスで開発された小さなコンピューターです。次にプログラムの説明をします。これは当たりの時のプログラムです。お金を入れると2分の1の確率で当たりになります。当たりの時は嬉しい音楽と画像が表示されます。これは外れのプログラムです。当たりと同様2分の1の確率で外れになります。外れの時は外れの悲しい音楽と画像が表示されます。使い方を説明します。スイッチを入れる。お金を入れると当たりか外れの音楽が流れて画像が表示されます。スイッチを切ります。この順番で僕の犬っぴ貯金箱を使ってください。工夫したところは音楽だけが流れるプログラムを変更して同時に画像も流れるようにしたところです。マイクロビットを前面に貼り、犬っぴのお腹に画像が表示されるようにしました。僕は去年作りたかった当たり付き貯金箱に挑戦しました。プログラムは簡単だったけど周りの犬の部分は難しかったです。最初はタコにしたかったけど難しかったので犬の貯金箱にしました。マイクロビットのスピーカーとスイッチを後ろにつけて、マイクロビットは前につけたのでどうつなげるのかが大変でした。これからはこの犬っぴ貯金箱でたくさんお金を貯めたいです。これで犬っぴ貯金箱の紹介を終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。